モンスターズ、新種襲来は、2014年のイギリスの SF 映画、トム・グリーン監督の長編デビュー作で、出演は、ジョニー・ハリスとサム・キーリーなど、2010年の映画、モンスターズ、地球外生命体の続編である。2014年10月9日のロンドン映画祭での、プレミア上映後、当初イギリスでは、同年11月28日に、一般公開される予定だったが、 最終的に2015年5月1日まで公開は延期された。日本では2016年1月9日に劇場公開された。地球外生命体を乗せた宇宙探査機が地球へ到達してから16年が経った。前作ではメキシコに隔離されていた生命体も現在では全世界に生息域を拡大しており人類は未曾有の危機を迎えていた。 中東では米軍による生命体への空爆が行われたが、それに巻き込まれた武装勢力と米軍との戦闘は激化し、今では人類共通の敵であるはずの生命体をそっちのけで人間同士の殺し合いが繰り広げられていた。そんなある日、新しく派兵された二等兵のマイケルが所属している部隊に危険地帯の深部で消息を絶った部隊の救出任務が下る。 マイケルは、歴戦の英雄であるフレーターに東軍装と共に、危険地帯へと足を踏み入れるが、そこで彼らを待ち受けていたのは、武装勢力による罠と超巨大生命体との激しい、戦闘だった。カッコ内は日本語、吹き替えロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、モンスターズ、新種襲来は、前作のような新鮮なアプローチと示唆に飛んだ。 サブテキストが欠けており、代わりに古臭い、戦争映画の陳腐な表現に終始している。であり、35件の評論の内高評価は17%に、当たる6件のみで平均して10点満点中4.04点を得ている。メトクリティックによれば、8件の評論のうち、高評価は1件、賛否混在は4件、低評価は3件で、 平均して100点満点中42点を得ている。ありがとうございます。